2022年10月14日金曜日19時になりました。第77回こもちゃん TV。 お金は大事だよ。高橋俊介さんがゲストです。番組をスタートします。皆さんこんばんは、原香織です。今日もですね、こもちゃん TV 進めていくんですけれども、実は今日まだゲストが到着してないという緊急事態が発生しておりますよ。どうしましょうね。でもですね、私の相棒こもちゃんはですね、今日もちゃんとね来てくれてるので、最初に呼んでみようと思いますよ。株式会社土屋最高文化責任者、そして土屋総研の所長でもあります小本聡さん、通称こもちゃんですね。ではこもちゃんを呼んでみようと思います。こもちゃん。はい、皆さんこんばんは。こんばんは、こもちゃん。ゲストが遅れちゃってますね。そうですね、ちょっとお忙しいんでしょうね、きっとね。まあちょっと話をつないでおきましょう。そうですね、こもちゃん、こもちゃん、この週末、先週末ね、ちょっと出かけましたね。出かけましたね。こもちゃん先週末あれですよね、その出かけた、2つ出かけましたね。そう、うん、かなり距離を移動しました。移動しましたね。と土曜日、まず何があったんでしたっけ。経済理論学会ってところにね。経済理論学会、なんか難しそうな名前ですね。父親の顧問をやってくださって、神山眞子谷先生、うん、まあ、そして僕の同級生なんですね。はいはいはい。あ、早稲田大学時代の女性でしたっけ。その人が今横浜市立大学の教授なんで、それで報告をして、僕がその後コメンテーターとしてね。おお、コメンテーターすごい。どんなコメント言ったんですか。まあ友達だから角山君って言っちゃうんだけど、角山君は今、障害者就労のことについて研究されてるんですね。で、その研究が難しい部分を、まあ、報告して、高山君が参加して、例えば具体例を紹介しました。はい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 。まあ、この会社でも、障害者就労が進んでるわけ。そうですね。その辺とか、あと、前、自分で経営してた会社でも、まあ、ずっとではないんだけど、ある時期、まあ、始まってから15年ぐらいかな。はいはい。まあ、もっとか20年ぐらいは、障害を持ってる人を必ず一人雇うっていう。はいはいはい。その時はあれですか、どういう障害の方を、おもちゃんは。やっぱり翻訳会社なんで、はいはいはい。まあ、いわゆる死体不自由、手が悪いとか足が悪いとか。そういった人を主に雇ってますね。はいはい。主体不自由だけど、やっぱり言語のその能力が高い人っていう感じですか、ね。まあそういうレベルではしなかった。そうなんですね。じゃあどちらかというと、その翻訳とかの部分っていうよりかは、事務とかの部分。事務とか、あと経理とか、そんな感じ。あ、経理とかね。はい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 。そっかそっか。じゃあそういうところの経験談を、このコメントの中で話したりしたってことなんですね。ね。
まあ、最もね、集まってた先生たちが、うん、結構興味持って、なんか、メモを取ってくれたのが、ほら、うち翻訳通訳会社だったから、はいはいはい、外国人がいっぱいいたんですよ。うん、中国人とか、ロシア人とか、はいはい、イギリス人なんですけど、うん、普段ものすごい仲悪いんですよ。そうなんですか？まあ、当時のことだから、うん、いわゆるイデオロギーっていうんですか、うん、そういう面でも仲悪いし、あの、まあ、ロシア人はソ連が一番だとかって言ってるし、中国人はこれから俺たちが一番だとかって言ってるし、イギリス人なんかは、いやいや、世界で最も強いのはイギリスだとか言って、お互いに喧嘩ばかりしちゃう。うん、それこそね、もう翻訳、訳の付け方から、お茶の入れ方は全部喧嘩じゃない。そうなんですか、うん、そうなんですね。なんか、ね、あんまり日本とかってそういう感覚ない。うん、ないですけど、うん、ですけどね。だけど、一人そこに、まあ、障害を持った。あの、洋学校の高等部をね、あの、卒業したばっかりの子供とか、うん、それから、あとは、職業訓練校に行ったすぐ後の女の子、女子を雇ってたんですよ。うん、そしたらですね、こう結束がものすごく良くなったんです。なんでですか？あのね、やっぱり誰がどうやってヘルプするかっていうことで、うん、お互いに話し合い始めたんですよ。うん、で、じゃあお前が一番朝から来るから、あの、シャッター付きのガレージを借りてたんで、そのシャッターを開けるのは、お前がやれとか、うん、お互いにこう、僕は何も言わなくても、きっちりと決めてくれて、それから仕事の、まあ、学校出たてだから、まだ仕事とか覚えてないんで、あの、仕事のやり方とかね、まあ、当時はほら、いろんなものを組み合わせて、ソフトを組み合わせて、もうパソコンの中で全部書類を作るってわけにいかなくて、うん、あの、表とか別に作って、紙に貼り付けるみたいな仕事が、あったんですよ。うんうん、で、その表を作るときに、一本一本線は、ロットリングペンっていう特殊なペンで引いてたんですね。そんなのがあるんですね。うん、それのやり方とかね。全部お互いに、こう、手分けして、うん、その新しい書いた人に教えてくれたんですね。だから、影山君が言ってる、その、障害者が職場に入ることによって、職場がこう、良くなる。うん。雰囲気が良くなって、生産性も上がるっていうことの、まあ、うん、あと具体例だったんだね。はい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 。そうかそうか。じゃあ、そんな話もしたりしたわけですね。そうなんです。うん、そっかそっか。ね、その、あの、学会が終わった後ね、終わったのは、新幹線で、そう。ね。どこに？広島。
広島行ったんですね。福山行ってたから、ね、福山に行きます。それはそう、まあ、ゲスト来ないですね、こもちゃん。来ないですね、ゲスト。大丈夫ですかね。もうこうなったらあれですね、この福山の話になったらカッキーが来てくれたので、カッキーも一緒になって話して、カッキーも一緒になって、いや、行きしろ、新幹線が寂しかったこと、楽しかった。あ、行きの新幹線ですか。マジか、カッキーマジかって。マジか、いや本当にマジね。ちょっと今日ね、まさかのまさか、さっきまで連絡が取れてたのにゲストがまだ入れないという緊急事態が発生しておりましてね、ちょっとあの先週末の思い出話を、ね、私たちはしておりますね、で、行きの新幹線はでも一人だったから大変だったんじゃないですか。いや、まあ一人新幹線はね、もう4年間ぐらい続けて乗ってたから大丈夫なんだ。まあ、そうですよね。でもほら、この何コロナ禍であの出かけなくなったのが2年ぐらい続いたわけじゃないですか。でその間にやっぱりあの感覚的なところもちょっと、ね、変わってきたりとかっていうのがね、コムちゃん言ってましたよね。ちょっとやっぱり機能的にね落ちたりしてるなっていうのは言ってたので、そういうちょこっとちょこっとがやっぱりその移動とかにも関わったりとかで大変だったんじゃないかなと思って。あとね、あの行きの新幹線どうやって乗り込んだら、固定ベルトでシートに固定されちゃったんだよ、車で。あ、そんなことできるんですか。あれ、あのなんか入れ物があって、その中に入ってるんですね。はいはいはい。新幹線についてるんですよ。固定ベルトみたいなの。車窓されてて、あっという間に固定していっちゃったから、これやられると困るんだよなと思ったのに。自由が効かなくなっちゃう。何が起こっても動けないじゃん。ですよね。例えばトイレ行きたいと思っても行けないわけですもんね。行きたいと思ったんだけど、結局最後まで我慢して、そっかそっか、そうだ、そう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 、あ、そうそうですよね、あの日ね。そうで、私とあの福山の駅、私とあのね、あの掛島さんね、先にもう福山の方についていて、迎えに来てたんだ。そう、コムちゃんが到着した時に迎えに行ったんですよね。で何も食べてなかったから、何も食べてなかったからスーパーに買い物に行って、じゃあのスーパーに買い物に行った時もトイレに行きたかったってことですよね。いや、だからあのホテルの部屋に行ってたら真っ先にトイレに飛び込んだ。そうそうそう。で、ね、そのトイレに飛び込んだ時に、実はあのプロ棋士のね、あの山本健太郎プロがね、あのちょうどエレベーターで私たちと出会って、あの一緒に、ね、なってやってくれた。まさかあのなんか、はい、あの時のあの山本さんの服装から見ると、ただのお兄ちゃんだった。ただのお兄ちゃんでしたね。そうそうなんです。まさかそんな。すごい人とは思わないですよね。そう、あのロビーね、ホテルのロビーに行って、あの私たちが受付でそのチェックインしてた時に、ちょうどね、あの日本棋院の囲碁のねプロの、 あの山本健太郎六段が現れて、で、あのどうしたんですかみたいな感じで、でそのままなんかあのコムちゃんの部屋に一緒に行ってくださって、トイレに行くのを途中まで手伝ってもらったっていうようなね、経緯があったんですね。ちょっと今ですね、あのサークルエコーの玉木さんも来てくださったんですけれども、ちょっと
説明しないといけない。そう、本日ちょっとですね、ゲストが到着してないっていうような緊急事態が発生しておりまして、先週末の私たちの思い出をですね語っております。実はゲストはパソコンの上に隠れてたんです。そんなことあるんですか？いやね、そうだ、私もあれですね、こもちゃんとね、おふな、その2週間前、その先週末の2週間前ぐらいでしたっけ、おふなと行ったの。その時とかも一緒に行ったりとかはしてるけど、こもちゃんの奥さんのね、ゆみちえも一緒に行ってたりしたから、そこまでいろいろそのこもちゃんに対しての介助的なことをやることはあまりなかったんですよね。そうで、今回やっぱりね、なかなか他の人の手を借りることも難しかったりとかしたとこもあったので、ね、お洋服着るの一緒に着てみたりとかね、いうことをやったんですけど、車椅子に登るとことかね。ありがとうございます。でもやっぱりなんて言うんだろう、やっぱりこうやって普通に座ってこうやって見てるのと、車椅子に座って一緒に行動してるっていうのはあっても、なかなかそういう車椅子に登るところとか、車椅子からベッドに移動するところとか、そういうところってなかなかいつも見ない部分だったりするじゃないですか。そうだから、あ、そっか、こういう感じなのかみたいな感じ。やっぱ一人一人介護のね、介助の仕方って違ったりするから、なんか一つ一つが本当勉強になりました。うん、楽しかった、楽しかった。お世話になりました。そうで、その後ね、山本六段と、あとその日ちょうど柿島さんが他のホテルだったんだけど、他のホテルから遠征してきてくれて、そう、僕の部屋でね、こむちゃんの部屋で、こむちゃんご飯食べてなかったから、ちょっと一人で食べるの寂しいしって、ね、寂しい言うんでね、みんなでワイワイ楽しく食べましたね。お酒をちょびっと飲みましたね。ちょびっと、なんかやっぱりね、皆さんあれですよ、飲むものがジャパニーズじゃない感じっていうか、何でしたっけあれ、角じゃない、なんだっけ、角、角だよ、角っていう。私も瓶は見たことあるんですけど、自分が飲もうとはあまり思わないような。あれ確か僕と同じなんです、うん、角がですか？角が生まれた年に僕が生まれたんです、うん、そうなんだ。じゃあまあね、最初からコモちゃん飲んでたわけではないだろうけど、いや、頭の時は飲みませんね。まあそりゃそうですよね。そっかそっか、じゃあそれもあって、じゃあ角との出会いを大事にしてるわけですね。うん、っていうほどでもない。でもないね。うん。まあ、サントリーのウイスキーの中では、値段も、味も、ちょうどいいかな、みたいな。はいはいはい。そうなんですね。うん。まあ、そんなこんなで、コムちゃんはね、夜、無事に寝ることができました。できました。うん。朝早く起きてたんですかね、やっぱり。僕ね、あの時、ほら、山本六段が、アラームかけてくれたでしょ。はいはい、あれ、鳴りました？鳴ったんだけど、うん、僕も、だいたいアラームよりも先に起きちゃう。へぇー。あれ、6時半ぐらいにアラームかけてましたっけ？ 6 時だったの。あ、6時に。でも僕は目が覚めたのが6時15分ぐらい前です。
あ、じゃあ5時台に起きたんですね。はい。早起きです。じゃあもう、じゃあもしかして、私が行くまでの間、ずっと、待ちぼうけしてた感じ。いやいや、ちゃんと、自分をやったりはしてました。トイレ行ったり、いろいろ、いいですね。まあでもね、好きなことはやっとかなんとこ。はい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 。なんか恥ずかしいってことになっちゃう。なっちゃうと困りますからね。まあでもね、無事にお着替えも済んで、車椅子に乗って、お食事に行きましたね。ね。うん。ただ思った以上にね、お着替えとかその車椅子に登るっていうところにじっと時間かかっちゃって。そうですね。私なんかもっとなんかサクッとなんか、さっさっさみたいな食べイメージでいたら、そうはいかないっていうのがね。で、思った以上にちょっと時間かかっちゃって、もう行ったらみんなもう完全にご飯食べて、そろそろ終わるんじゃないかぐらいの感じになっちゃってたんですね。だけど私たちも急いで食べて、その後、今度急いでチェックアウトして、福山城の方に向かったんだよね。何をしに福山城の方に行ったかっていうと、私たちは、福山城の下で朝の体操をしたい、私毎週日曜日ね8時半から朝の体操っていう番組を、ね、ミラクルテレビの中でやってるんですけど、次の週もちょっとそのクライアントの防災訓練があるからっていうので朝の体操ができないっていうのが分かってたから、どうしてもこの福山で朝の体操をやりたいっていう思いがあって、で、ね、ガッキーだとか、プロの先生たちね、岡田由美子先生とか、キム先生とか、あとは、みんなで。みんなでね、体操しましたね。高橋四月さん。そして、竹久清美さんってね、九州の方から来てくれてた。久留米だって。小倉です。小倉で囲碁の碁会所をやってる、竹久清美さんっていう方ね。してくれてみんなで体操しましたね。パワフルな人でしたね。ねえ、そうですよね。すごい本当になんかみんないい方で、そうだそうだ、大事な人を忘れてましたよ。カメラをずっと回してくれてたまるちゃんね、まるちゃん、丸山康さん、ね、安明さんね。どうしてもやっぱりカメラ回してる人ってカメラに映ってなかったりするじゃないですか。そうだ、私も結構自分が回してることも多かったりするから自分も喋りながらたまに自分の方向けてみたりとかしながらやったりするんですけど、多分まるちゃんぐらいの重装備のカメラだとそうはいかないです。あと最後まで車椅子を押してくれた青柳さん。ああ、そうですね。青柳さんもね、そう、なんか後ろの方から現れましたよね、青柳さん。不思議なところからポッと出てくる。そう。青柳太平さんね。青柳さんも本当に最後の最後までね、みんなとバイバイして。新幹線に乗る直前ってとこまで、もうこまちゃんがもうね、タバコ吸いたいって言ってもうわがままいうところ、でもちょっと吸う場所を探してきますみたいな感じで探しに行ってくれたりとかね。全部言われたら後で怒られますから。
分かられない。じゃあちょっとあのカットして、いや見てますから、もう聞こえてますから、ね、でもね、もうその前にも話してるから大丈夫じゃないか。まあまあ話になりますからね、うん。いやでもそうやってみんな、あれですよね、やっぱり青柳さんとかだって介護経験とかないとか言ってたじゃないですか。でその中で大船渡でコモちゃんのこと露天風呂に入れてみたりとかね、今回とかも、いっぱい、ね、ごめん今隣から睨まれてるんですけど。あ、睨まれてあ、それは何、タバコ話のあの件ですか。かもしれない。どんな顔で睨んでんのか見てみたい。あとね、あの、自分によく話し合いをします。そんなあの話合うような、そんなあの極悪なことではないので大丈夫だと思いますよね。ただタバコを吸うか吸わないかっていうところにね、話だけなのでね、じゃああれからやっぱりカッキーに登場してもらうかな。カッキー登場してくれますかね。くれますよ、カッキー。せっかくいらしてくださってるのにちょっと呼んでみたいんですけれども、お顔出しが今日は OK な日なのかな。ちょっと肌の具合が悪いとか、お肌あ、今あの電気をつけてくださるみたいなので、電気つけたらどうしよう、なんかかぶり物かなんかかぶってて、ああハロウィンですね。ハロウィンですからね、もうちょっとでね、うん、別にかぶってきてって言ってるわけではないですけどね、うん、今ね一生懸命つけてる。でコモちゃんそのね体操をやりましたね。体操の後にみんなで あの座談会を開きましたね。うん。あ、じゃあちょっと読んでみます。で、今度は読んで。じゃあ、達郎さん、こちらに来てください。今日、顔出せますか？ちょっと、顔出しできます？あ、ありがとうございます。どうも、こんばんは。こんばんは。あ、こんばんは。ありがとうございます。いやいや、まさかゲストで呼ばれるとは思いませんでした。そうですよね、そうですよね。あの私たちもまさかあのお呼びしていたゲストが先ほどまで連絡取れていたにもかかわらず来れないという何かがあったんだと思うんですけどね、きっとね。なんだろうね。うん、カッキー、あの、今ね、福山の、あの、先週末のことをお話ししたりしてたんですけど、はい、あの、スーパーでお買い物してたとき、コモちゃんは ね、うん、あの、トイレに行きたいのを我慢してたみたいな、うん。最近お話聞いてびっくりしましたの。そうですよね。固定されちゃうんですね、新幹線でベルト閉められちゃう。そうなんですよ。ね、困りますよね、それ。困りますね。うん、あれってその、新幹線でその固定されちゃうのは止めていいですかとか言って聞いてくれたり。いや、今回は何も言われにガサッと止めて。ああ、そうなんですか。それでさっさか行っちゃったかな。うん。これどうしようなと思ってたんですけどね。そうですよね。え、そんな。やっぱり簡単には取れないものですよね。ちょうど後ろの方で取れられた。それは難しいですね。うん。身体拘束っていうか車椅子拘束っていうんですか、その。まあ身体拘束です。身体拘束の一部になりますね。あの許可なく。そう。やったらダメなんです。やってしまったらね。まあ、あのきっと向こうからしてみたら親切なつもりでねやってくださったんでしょうけどね。まあ動かないようにと思ってやってくれたんだろうけど、うん、まあね一言断ってくれればいいよねっていうのはね。
そうですね。あとは60世紀の一番なんか問題点は、はいはい、何かあった時に車掌さんとか呼び出してもたないの。それ大事ですよね。それ欲しいですね。だって叫ぶわけにいかないしね。車椅子席って言ってあんなね、しっかりスペース空けてるぐらいなんだから、そういうスイッチみたいなあってもいいかもしれない。あってもいいっていうか、あった方がいいですよね。あった方がいいですよね。まあ、ただいたずらする人もいるかもしれないよね。あ、そうかそうか。そういうの考えると難しいのか。まあ逆に、ほら、トイレとか、あと、個室があったら、個室。あの、はいはいはい、ありますね。ユニバーサルルームって。あの、多目的室って書いてあるやつですかね。うん。そこはね、そういうボタンだらけなんです。ボタンだらけ。なんかあれみたいですね。なんか昔ね、なんか東京フレンドパークっていうあのなんかあのアミューズメントパークみたいなのがあって、こっち押すとドレミファソラシド。ああ、テレビでやってた。そうそうそう、ボタンだらけ。え、そうなの。え、どんなボタンがあるんですか、逆に。え、まず読み出しボタン、緊急ボタンだな。足元と手元と、あと僕が一回間違えて押しちゃったのが、あの手すりがついてるんですね。はいはい。これ回し用の、その手すりの真横についてるんですよ。ちょっと捕まって、こうちょっと動くとボタン押しちゃったり。ああ。え、それ何、その手すりの横のボタンは何が起きる？呼び出し。いや、呼び出しです。あ、それも呼び出しなんですね。呼び出しだけで、ね、多分4つか5つぐらいついてるんですけど。そんなについてても逆にちょっと、うん、あのどこ触ろうかなって感じですよね。そうなんだ。ちょっとこもちゃん、こもちゃん、せっかくね、今、あの、カッキーが来てくださってるので、ちょっとあの、ボタンの話のほら、いえ、どうぞ、ご歓談のほど。あの、カッキー、今回は、あ、ちょっと待って、なんか高橋さんが何か言ってください。うん、車椅子トイレとか、もっといろいろところにあるといいなと思います。そうですね。うん。ね、こうやって。みんなが移動することでそういうのがね、きっとね、増えていったりするんでしょうね。うん。ね、あの、カッキー、今回は、その、鞆の浦でのイベント、日韓トップ囲碁対決。なんか、ペア碁。はい。はい、後半のちょっとタイトル怪しかったです。怪しかったですね。はい。のね、福山、あの、鞆の浦での、あの、日韓の、あの、トップの棋士たちの囲碁対決っていうことだったんですけど、うん、あの、今回、ね、柿島さんは、ある、その、碁盤を使って、ちょっと珍しい、その、解説の聞き方をしてみたんですよね。そうですね。うん。どんなあれなんですか？カッキーでもね、前にあの出演してくださった時に、あの皆さんに見ていただいたりしたので。そうですね、またじゃあちょっと出しますと、手元に あるんですね。すぐ出せるようにしたんです。はい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 。15番ですね。うん、これは、ね。砥石をはめ込んで打つと。うん、よいしょ。ね。これは、愛護。最後、9路盤と位置ずれて。9路盤。うん、お、こんな感じで。はい。触って分かるようになっています。ね、分かる。分かるし、動かないですよね。こうやってね、縦にしてもね。はい。うん、で、今回、鞆の浦で、プロ棋士がペア碁を打つんですけれども、それを別の場所で、先ほど話に出た山本健太郎先生が大盤解説ということで、
そのみんなの前で解説をしてくれるんですが、うん、その大盤は僕らの目には入らないんですね。視力がない私たちには見えなくて。そう、あの皆さんこうやってね、あの今回この影島さんのこと初めてあの 見られた方は、このまさか見えてないと思わないと思うんですけど、うん、あのね、目が、あの影島さんは見えない視覚障害者、はい、ね、うん、でこの、はい、ごめんなさいごめんなさい、いえいえ、はい、ですので、大盤を見てもらって見える人に、うん、で目の前にこの5番を僕らはテーブルの前に用意してもらって、その見えてる人が代わりに5番を並べてくれると、うん、で耳で山本健太郎先生の話を聞きながら、僕らはそれを触りながら対局を聞くという、うん、そういう試みをやってみました。はい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 。これがなかなか面白くて、やっぱり普段自分たちでしかこう打たないので、うん、のプロの目線っていうんですかね、プロから見た5番っていうのはこういう考え方で打ってるのかっていうのがとてもよく分かって面白かった、うん、そっかそっかそっか。普段はやっぱりそういうあの置き方みたいなのはあまりしないっていうか、あれですか。そうですね、まあ、強くなりたい人はプロの棋譜をたくさん並べて勉強するので、うん、そういう方々はもうプロの碁は、まあ、見慣れてるというところはありますけどね、うん、でも実際今日は今回打ったのはペア碁といって、うん、要はテニスのダブルスみたいなもんなんですね、はい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 、なので交互に、こう打ち返すので、うん、なんか一人対一人で打つような碁じゃないんですよね。全然こう、うん、自分の思ってたような方に行かないっていうのはペア碁の面白いところで、うん、それをまたプロ棋士が解説をするっていう、まあ、結局5人の意見がぐるぐる回るような、はい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 、こんな5番後の内容だったのですごい面白かったんです。いや本当なんかあのペア碁って楽しいですね。なんか普通のそのなんていうんだろう、あの1対1とかよりもさらに今回はあの韓国の棋士たちは韓国の衣装を着て、うん、日本のあの棋士たちはそのね、着物を着てっていう感じでやってた。なんか目でもね楽しめる感じだったりとかしたんです、うん、であのさらにあれですよね、その対局が終わってその対長老っていうそのなんて言うんだろう、対戦した会場からその大盤解説の方にあのプロの棋士たちが 対局してた棋士たちがその来てくれた時に、あの柿島さんと高橋四月さんのところにあの韓国のね棋士のあのキムヒョンジョン先生、ね、はい、キムヒョンジョン先生があの一緒に来て並べるのとか一緒にやってくださったりしてましたよね、うん、もうそれがすごい嬉しくて、本当当たり前のようにスッと来て並べてくれたんですよ、うん、でしかもそのさっきまで自分が打っていた碁をご本人に並べてもらって意見を聞けるって、うん、なかなかないことで、いや確かにうん、すごい感動的な体験でしたね。うん、いやなんかあのあれですよね、あの今回のあの女流棋士のお二人、岡田先生とキム先生と、なんかとても二人ともそのなんかこの関わることに対してもすごく積極的に、うん、あのね、カッキーが歩くときとかもあの自分の肩をみたいな感じ で本当です、率先してやってくださいました。そうなんです、なんかみんなで取り合いぐらいの感じで私がやるからくらい、ね、そう、ともちゃんのね車椅子もそうだけど、本当カッキーとか高橋四月さんのことをそのあのぜひ自分があのアテンドしたいっていう感じで、うん、みんなボランティア精神が高いというかね、ね、うん、いや多分その喜びなんじゃないかなと思って、うん、嬉しいんじゃないかなと思って、そういう触れ合いっていうか、うん、まあ本当ちょっとした触れ合いですよね、それも、うん、うん、あとやっぱりね、あの知り合ったばっかりでもああいうふうに行動してると、うん、結
結束力っていうか、あの仲間意識が生まれてくるんですね。そうですよね。今回驚いたのは、僕の仲間の今先ほど出た高橋四月さんを東京から応援に呼んだんですけれども、うん、その方と竹久清美さんという国内から来られた方がすごい仲良くなりまして、うんうん、ね、そうですよね。なんか旗から見てるともう前から友達だったんじゃないかっていうような。いや本当に本当に、うん、なんか親子って言ったらちょっと失礼だから姉妹のような感じで、うん、なんかあの本当に会って、多分フィーリングもすごいあったんですよ、きっとね。なんか2人ともね、結構オープンマインドな方だったから、はっきりね、ものを思ったことを言う方だから、はいはいはい、それが良かったのかなと。そう、なんかその、最初にチェックインして、ホテルチェックインして、お部屋を案内してくれたのが、あの、四月さんのお部屋に案内してくれたのが、竹久清美さんで、で、あの次の時部屋から出てくる時はもう前から知ってる人みたいな感じでもう出てきてたんですよね。あ、そうですか。そう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 。いや、なんかすごいなと思って。ねえ。うん。なんかあれですよね。うん。なんかただのつながりじゃない感じがしますよね。うん、高橋さんのそういうなんていうんですかね、自身の。うん、こうコミュニケーション能力かもしれないし、うん、ただ清美さんのこの関わろうっていう気持ちがそうさせたのかもしれないし、うん、そう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 、そうなんですよ。あのね、うん、あの福山城体操終わって座談会終わって福山城からあの福山市役所に向かう時、ね、福山市役所であの百面打ちっていうの、百面打ちでよかったでしたっけ。はい、そう、百面打ちっていうあのものをやったんですけど、あのその時移動する時に最初あの高橋四月さんが他の人に肩を借りてたんですよね、うん、だからいや私でしょっていう感じで、あのそう、なんかあのもうあれですよね、もう恋人のように、うん、私のところにいらっしゃる、うん、それだけ、ねね、心が近くなったんですね、うん、もうそれと同じぐらい驚いたのが、その、うん、話が前後しますけど、こも、うんうん、ちゃんが最初に福山に来た時の夜に、うん、部屋に入ったら山本健太郎先生が普通に当たり前のようにいて、で原さんと2人でこもちゃんをベッドに寝かせたり起こしたりしてるわけですよ。それがすごいなんか不思議でそうそうそうね、こもちゃん、ね、面白かったっていうか、そうそう、あのコモちゃんのね体勢を維持するのが結構難しくて、うん、あの枕を背中に挟んでみたり、うん、あのお布団、この下にあるお布団を使えばいいんじゃないかみたいな感じで、うん、あのいろいろみんなに工夫してねやってみたの、うん、まあ、あれもまた多分私も ああいう経験はなんて言うんだろう、車椅子に乗っている人とかにクッションを挟むとか、うん、それぐらいは結構、まあ、しょっちゅうやってることなんですけど、ベッドに座ってる状態の人に、うん、でベッドってもともとそのだから安定悪いですよね、うんうん、でそこ、うん、グラグラしてて、でそこにその枕2つとあのお布団をこの使ってコモちゃんの体勢が崩れないようにするみたいなあのことを今回やってみたりとかして、あのなんていうの、私でさえもあんまりやったことない経験で今まで介護やってきたけどね、だけど山本先生の山本六段は絶対やったことないですよね。そんなね、もう石しか持ったことがないんじゃないかぐらいの層がね、もう本当に当たり前のようにこうコモちゃんみんなで起き上がらせたり足持ってあげ持ったりとかね、一回コモちゃんがこう壁伝いにパタって倒れちゃったんですよね、うん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 、自然にちょっと倒れちゃって、そうそうそう、でそれを起き上がらせたりとかした、うん、その光景がすごい、山本先生をゲストに呼んでどうだったとか聞いてみたい、それぐらい面白い体験だった、うん、そう、そのあれですもんね、そのそれがあった次の朝がその朝の体操だったけど、その朝の体操終わった時に
あのコメント聞いたら、あの久しぶりに体操して明日あの後で筋肉痛になるかもっていうふうに言ってたんですね。なるほど。筋肉痛になるんだったら昨日の夜の最後はもう筋肉痛どころの騒ぎではないだろうなって、うん、あの青柳くんになって多くの後でコモンちゃんを温泉に入れて筋肉痛になったわけですからね。そうですね。そう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 、うん、ほら新しいジンクスが出てある、ね、新しいジンクス、プロのプロの先生を介護で使ってみたみたいな、うん、筋肉痛に里にと勝てるようになる。あ、勝てるようになる。あ、なるほどね。逆にコモちゃんを担ぐと勝てるで、弦を稼ぐという、担ぐという、うん、じゃああれですね、あのもしかしたら今頃山本プロはあのね、ね、あの7段に昇段してるかもしれない。そうそう、してるかも、昇段してるかもしれない。昇段して8段とか9段いってるかもしれない。そんなに急にするんですか。うなぎ登り。うなぎ登りね、すごい。いいですね。そんなんだったらね、カッキーもちょっとやってみたり。僕はもうこの記憶で十分かなと思ってるんです。うん、そう言わずに。わかりました。じゃあ来年、ぜひ大船渡温泉で。大船渡温泉、結構ハードル高そうですけど。高いですね。しかも、だって来年は、コムちゃん以外はたくさんみんな車椅子の方来るっていう、僕の予言があります。そうですよね。大船渡、あの岩手県付近のね、あの土屋のクライアントたちも呼んでみようっていうのね、話。100人って。100人入っても大丈夫。稲葉の物置みたいな。うん。ああ。ね、あの、あれでしたね、その100名打ちがその最後のイベントだったんですけど、あの、カッキーはあの100名打ちは、何ですか？前半に、リュウシ君先生と打たせてもらいまして。はい、うん、まあ最後まで打てなかったんですけど、まあ、これぐらいで打って多分黒、まあ、僕の方の黒がいいだろうっておっしゃってくださいました。うん、もう悪い手がないって言って褒められました。あ、すごいですね。ね、本当。リップサービスうまいなって思って、なんかあのね、先生はなんかちょっと厳しそうに見えるんですけど、そういう感じでもないんですね。あ、語は優しかったですね。すごい分かりやすく打ってくださいました。そうなんですね。うん。リュウシ君。リュウシ君って読むんですね。時の、うん、柳、時の、燻製の燻。おぉ。でしたっけ。うん。リュウシ君、九段。すごいですよね。九段の方にね、そうやってやってもらえる、うん、なんてなかなかないですもんね。ほんとほんと。100名打ちの時に僕1曲だけやったけど、うん、愛を使いました。ああ、そうですね。愛を使ってやってましたね。中キロ版でね、コモちゃん打っていただいて、うん、そうそうそう、何十年ぶりか、うん、なんか広い方が自由度があって楽しいって昨日おっしゃってましたよね。ああ、広い方がね、やっぱりゲームとして楽しいんですよ。あの、私ね、初めて19路盤で、その、第、あの、後半戦みたいので、あの、うん、私もやってみたんですよ。おー、すごい。そう。だって、私ですよ。私が、その、ほとんどやったこともないのに、19路盤しか前になかったから、それで挑戦してみたんですけど、やっぱり、なんか、なんだろう、どこに置いていいかわからないっていう感じはちょっと、あったりしました。で、なんか自由にあの私はやりたかったんですけど、なんかだんだんなんか周りの人のあのなんかいろいろみんな言ってくるんですよ、うん、で、あの自分 の, あの考えではない囲碁になっていってしまった感じだったんですけど、うん、ちなみにどなたと打たれたんですか？とですね、あのくじ引きで山本健太郎先生。すごい。今回ね、すごいね、山本健太郎先生と、あの、あれなんですよね、縁があって。ね、本当ですね。そう。そうなんです、そうなんです。ね、
うん、面白かったですね。でもちょっと僕は、うん、あの途中で福山から広島の市の方に移動しなければいけなかったんですけど、閉会式の模様とかはどうだったんですか？やっぱり最後の12回目最後っていうことがあって、皆さん泣かれたとか、こう木谷さんが泣いちゃったとか、そういうことなかったんですか？あとですね、そういう感じでは全然なかったんですけど、なんだろう、いやこの21世紀の朝鮮通信誌 の、 あのイベントで、この私たちがやったあの89の10月の89だけのイベントではなくって、その前にその囲碁の大会みたいのが、あの一般市民向けみたいな感じであったみたいなんですね。でそこの表彰式とかがその一番最後の頃にやって、まあ、なんかなんとなく、まあ、そつなく終わったのかなっていうようになったんですけど。あ、そうでしたか。そうなんです、そうなんです。ごめんなさい。ゲストいらっしゃいました。ね、ゲストいらっしゃいましたね。じゃあ私はそこです。すいません。皆さんありがとうございます。ありがとうございました。本日のゲストが今到着したんですけれども、ちょっと、じゃあ、コマちゃん、ちょっとお呼びしてみて。はい。はい、じゃあ、高橋さん、お待ちしておりました。はい、お待ちしておりました。こちらへどうぞ。あ、高橋さん、こんばんは。あ、こんばんは。原さん、ほんとすいません。いろいろとご連絡いただいてたのに。あ、大丈夫です。あ、というかですね、高橋さん、実はですね、18時50分にお待ちして、はい、で、18時50分に、お待ちしていて、かしこまりましたって、聞いたので、あれ、大丈夫だよ、大丈夫って、あ、来ないなって、ちょっとで、そんな感じだったもので、ちょっとこの、50分の間、先週末のイベントの話なんかをちょっと、みんなでしちゃってた感じだったんですけど、ちょっと、せっかくなので、相当やばいやつじゃないですか、僕。あ、20時から21時だと思ってました。違う、ごめんなさい。違うんですね。ですね、でも私たち高橋さんのお話をゆっくりお聞きしたいので、はい。ね、今日は今日はちょっとあれですけど、まさかかもちゃんさん、本当すいません。いえ、申し訳ないです。またしばらく置いてご招待してもよろしいですか？はい。ご招待、ね、させていただきたいなと思います。ちなみにですね、お金のパーソナルドクターということで、はい、高橋俊介さん、今の肩書き、ズームの中でファイナンシャルアドバイザーっていう形で書かれてるんですけども、はい、お金のパーソナルドクターっていうのは、はい、どんなことをされているのかっていうところだけ今日はかじり程度お聞きしても大丈夫ですか？はい、ありがとうございます、はい、ですね、お金に関して日本ってなかなかこうお話ができる機会とかってないんですね、うん、例えば僕もおじいちゃんおばあちゃんにお金の話は外でするなとか、うん、あとは、まあ、親には、子供の教育費とかは学資保険で貯めなさいって言われるぐらいしか教育ってなくて、うん、学校でも、お金の授業っていうのがなかなかなかったですし、学べる機会がないなと。でその中でご相談できる人っていうのが、日本の中だと、ある職業に特定されてしまっているだけで、どうなるかというと中立な立場っていうのがなかなか、取られていないっていうのが、現状にあると思いまして、その中で僕が学んだことだったりとか金融先進国で学んだことっていうのを、シェアしていきながら、それで、まあ、人それぞれやっぱやることって違うんですね。20代の方がやるのと50代の方がやるのも違いますし、家族がいたりとかいなかったりでもまた違うので、その中で、商品を売るのが目的ではなくて、その方に何が合ってるのかっていうのを一緒に見つけて行っていくっていうのが僕のやっていることになります。
じゃあ一人一人のまあまあもとねあのお金のことなのでその一人一人どういう環境にいるのかっていうのかによっても全然違うから、はい、その方の環境をあの見て、はい、のどういうふうにしたらそのお金がお金を生かし方、はい、っていうところを教えてくれるっていうようなそうですね。ですかね。はい。どうやったらお金って働いてくれるのかな。どうやったら自分の大事なお金って守れるのかなっていうのを一緒に考えていきます。今あれですね。ちょっとその流行ってるっていうか、はい、あのお金不労収入っていうかその、はい、働かないで、うん、お金をその稼ぐみたいなところとかもやってたりするってことですかね。将来的にですね、うん、はい、あのいきなりそういう風な状態には難しいので、はい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 、20年後30年後、うん、自分がそのような状態になれるように、うん、そこで、まあ、あとそこの、まあ、お金っていうのもまた自分の親族、子供だったりとか、例えばパートナーの方、うん、僕だったら妻がいるわけなんですけど、そういう方に自分が亡くなった後も引き継ぎをしていくっていうこと、はい、こういったところも伝えております。そういうところもなんですね。あ、はい、そうか。それで柳橋さんとはそのなんて言うんだろう、整理、あの生前整理、生前整理とかも含めてのところでつながっていらっしゃるってことなんですかね。はい、今つながりました。そこに行くわけですね、はい、はいはいはい。え、ちょっとじゃあまたあのね、今日あのお話をですねちょっと50分分聞けなかったのであの僕のミスで本当申し訳ありません。またあのぜひあのねお誘いさせていただきたいなと思いますので、あのねすごく忙しいみたいな ね、はい、ぜひまた機会を作っていただけたらと思います。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、でちょっとですね、あの次回の番組のあの次回の番組の紹介をちょっと一旦入れさせていただいて、はい、で最後にですねみんなであのバイバイっていう時間をあの作りたいと思うので、あのちょっとお待ちいただいてもよろしいですか。はい、すいません、ありがとうございます。はい、もちゃん、今日はですね、あのちょっとあのイレギュラーな形で の、 そうです、ね、はい、番組 の、 あの回し方っていう感じになったんですけれども、まあこれも人生って、うん、そうそうそう、人生何があるかわからないだがね、うん、そう、人生何があるかわからないけれど、その時その時でいろいろ対応していけばどうにかなるさと、ね、うん、はい、ということでね、じゃあ次回のゲストをですね、ももちゃん紹介していきましょうか。いきましょうか。はい、はい、次回のゲストはこちら。はい、次回はですね10月28日の金曜日19時からの番組スタートになります。次回のスペシャルゲストは福祉沼津福祉っていうのこの福祉の福祉なんですけど、あのちょっとねこの C っていうところにちょっと何かの意味がある、この辺はねちょっとね次回聞いていきたいと思いますね。はい、福祉沼津福祉祭り実行委員長、そして認定 NPO 法人マム管理者である川端啓太さん、ね、川端さんがゲストに来てくださいます。だね、いろいろな活動をされてたりするので、あのまた私たちもね刺激いっぱいもらいましょうね。うん、はい、ではですね、ちょっとあの皆さん、うん、お母さんね、そう、お母様がね、お母様もねパワフルなね素敵なあの活動家でしたよね。うん、活動家っていう、うん、なんていうんですか、それ、まあ活動家でいいんじゃない、活動家ですよね。うん、まさになんか活動してる感じでしたね。ではですね、ちょっと皆様お顔出しいただけたら嬉しいです。ピチッ、はい、ありがとうございます。ではですね、
ハリさん、せっかく来てくださっているので、私がですね、次回もまた来てくれるかなっていうふうに言ったら、拳を一つこういうふうにやって、いいコモって、はいはい、コモちゃんのコモです、いいコモ、はい、いいコモって言ってほしい、よろしくお願いします。はい、はい、では次回10月28日の金曜日もコモちゃん TV に来てくれるかな、いいコモありがとうございました。ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。